あなたの記憶に残したいなと思うダイナです。僕がね今来ているのは磐越西線の喜多方駅です。今日はですねこれから磐越西線の方に乗車して新津の方まで向かっていきます。でまあ今回はですねその新津まで行くんだけども、とある臨時列車の方に乗って新津まで向かっていきます。それがですねこちら喜多方しだれ桜満喫号という列車です。これに乗って新津まで向かっていきます。でこの列車に使われる車両なんだけども12系という車両が使われます。この12系という車両ね、普段 SL 磐越物語号として使われている車両なんだけども、磐越物語号ね今現在機関車がですね修理中ということで運転されておりません。でさらにですね今年の4月の1日まで磐越西線が台風で橋流されて運休していたんですよ。まあ、ですので基本的にねこの12系乗ることできなかったんですけども、今日はですね久々に臨時列車で使われるということで乗っていきます。で牽引なんだけども、客車ですね牽引機必要なんですけども、牽引機はね DE10 ということで DL 列車ですね。 SL が今現在修理しているので、はい、じゃあよろしくお願いします。ところでね今日乗るね臨時列車が走る理由なんだけども、今この喜多方駅のね近くで桜祭りってやってるんですよ。桜の時期なんでね、まあ、ですので走るといった感じです。で結構ね駅のそばイベントなんかもやっていたりして、さっきですね輪投げ大会がすぐ奥の方でやってたんですけども、輪投げでパーフェクト賞を出してしまってですね、見てください、喜多方ラーメンとかなんかそういうものものをねもらいました。ただで食べれます、いいね、誰でも参加 OK だったんでね。 JR 東日本さん太っ腹です。列車がやってきました。牽引機は DA10 で、後ろには12系客車がぶら下がっています。普段の磐越物語号はヘッドマークがついていますが、この列車にはヘッドマークついていませんね。7両編成のとても長い編成を連ねていました。この列車に乗りまして新津の方を目指していきます。はい、ってことでね列車やってきました。 SL 磐越物語号として普段使われる12系客車です。12系客車って聞くとね、まあ、青い車両をイメージするかと思われるんですけども、 SL 磐越物語号の12系客車っていうのは魔改造されていて茶色い車両となっております。まあ、基本的に見た感じ、ああ12系だなって思うんですけども、一部の車両ねこういう展望車両とかはですね車体申請してるんで12系っぽい見た目ではありません。でも景色はねご覧ください、ちゃんと12系です。今回ね乗車するのは3号車ということで、3号車の方に乗車します。普通車ですね。でこの列車快速列車ですので指定料金は530円ということでお安いですね。本当はねこれ1号車にグリーン車がついてるんでグリーン車に乗りたかったんだけど、グリーン車ね席少ないからね満席なんだよね。ピエンですわ。ってなわけで乗ります。おー12系久々に乗るな。車内はボックス席が並びます。赤色のモケットで結構いいですよね。座ってみました。普通の12系よりもハイカラな雰囲気を感じます。そして座席ですが、モケットはねふかふかしていて座り心地がかなりいいです。最高やねこれ、この車両普通の12系よりも全然座り心地いいです。客車列車の独特な衝撃とともに列車は始発の喜多方を出発。この客車は基本的に SL 磐越物語号でしか使われないので、基本 SL が牽引します。そのためディーゼル機関車で牽引されるってのは珍しいです。いつも SL の煙を感じますが今日は無縁です。無縁だけにこの列車に乗って新津まで楽しんでいきたいところですけど、この先大変なことが起こります。しかしこの時は何も知らず楽しんでいます。この喜多方駅ではお見送りがたくさんありました。この列車に乗って喜多方へ来る人たくさんいますからね。赤べこのゆるキャラなんかもね今乗っているこの列車のお見送りをしていました。なかなかね気合いの入ったお見送りでしたね。さすが祭りに合わせて運行される列車なだけありますね。でそんなですねお見送りの先にあるこのホームは旧国鉄日中線のホーム。もともとここ喜多方と奥羽本線の米沢を結ぶ予定だった路線ですが、国鉄の赤字が膨らみ計画が頓挫し、ここ喜多方と厚塩の間のみ開業で1984年に廃線になりました。その廃線跡は今現在しだれ桜が植えられていて喜多方の観光地となっています。さっき行ってきたんですけどとても綺麗でした。そして奥にある線路なんですけども、あれがですね旧国鉄日中線の線路で、今あそこにシャッターがあると思うんですけども、昔はあのシャッターがなくてずっと線路が続いていました。しかし今はもう廃線になってるってことで保線機種の車庫になってるみたいですね。喜多方を出てすぐに橋を渡ります。
この橋が去年台風で破壊され4月までずっと復旧工事を行っていました。たった半年ちょっとで流された橋を復旧できるって相当ハイペースで工事が行われていたんですね。こんなに早く復旧するとは思いませんでした。今いる喜多方大和間はこの前最長片道切符やった時はね代行バスだったので鉄道として乗るのは相当久々です。列車は SL ではなく DL ですがかなりゆっくり走ります。窓を開けて外の風を目いっぱい浴びます。気持ちいいですね。で今乗っている列車は無煙ですのでトンネルの中で窓を開けても問題ありません。 SL だと煙が車内に蔓延するので窓を閉めないといけませんがディーゼル機関車なので煙が出ません。なので全開です。トンネルの冷たい風を浴びることができて最高です。喜多方と大和の間って橋がいくつもあるんですが先日の台風で流されてしまったのが一つだけでよかったですね。2つも3つも流されていたらこんなに早く復旧できなかったと思います。列車大和に到着。大和から先新津までは最長片道切符で乗った時はもう普通に走っていたんで、まあ、ここから先は割と最近乗った区間です。磐越西線はねカーブの多い路線でそこをね長大編成の列車が走ると前の方の車両が見えてとってもね美しいです。昔の客車列車とかこんな感じだったんでしょうね。しかしねこんな長大編成の客車列車なんてもうこの磐越西線ぐらいじゃないですかね。いやーそれにしても列車のジョイント音が心地いいです。ローカル線の旅って感じするよね。続いて鉄橋を渡ります。橋の上なので風がめちゃくちゃ強かった。携帯落とすかと思いましたね。それぐらい風強かった。今なので4号車の展望室にやってきました。4号車の展望車は完全に新しく作った城なのでハイデッカーになっていて窓がとても大きくなっていて外の景色を楽しみやすくなっています。マジで大きいよね。かつてあったスーパービュー踊り子並みの大きさです。列車は野沢駅に到着。停車駅ですが基本的に SL 磐越物語号と変わりませんね。でも列車の運転筋時刻表は SL 磐越物語号と全く違います。それにしてもこの展望車の窓大きいですわ。さすがは改造車です。続いて7号車の展望車に来ました。こちらからね流れ行く磐越西線の線路を見られる展望室です。ここの展望室いいですよね。喜多方行きの時は機関車がすぐ後ろに着いちゃうのでグリーン車に行かないと流れ行く景色見られないんですけど新津行きは機関車がグリーン車側に着くので普通車の人間でも流れ行く景色を楽しむことができます。後ろ展望は席から見てるんですけどちょくちょく撮り鉄がいますね。185系の臨時ほどではありませんけどこのお客車基本 SL が牽引してるので DL 牽引はレアなんですよね。だから撮ってると思われます。この列車快速列車で途中駅通過していくんですけども非常にゆっくりです。ですがこのゆっくり感がこの列車の風情を一気に引き立ててくれます。列車は津川駅に到着。この駅でおよそ20分停止します。結構長い時間止まるんですよね。そのため外に機関車を見に行こうと思います。でここから先地獄の始まりです。外に出てきました。結構ね雨が強く降ってて少し外にいるだけでもだいぶ濡れちゃうね。まあいいけどでさっきね降らなかったんだけどもこの車両ね一部細かくシールが貼られてるんですよ。喜多方とこれ今日しか使わないからね。で、この列車ね、桜の列車ってことで方向幕にはね、桜がデザインされてます。で、こちらがね、機関車の DA10 ですね。国鉄型機関車ってことでかっこいいですわ。ちょっと雨が強くなってきたんでまあ発車まで15分ぐらいあるけどもう車内戻ります。ちょっとやばい、びちょびちょ。からだとね、この機関車を間近に見ることできるんだけど普通車乗ってるから間近に機関車を見ることはできません。いつもこれ SL だからね。ディーゼル機関車を使っているのの運転はね本当に珍しいです。今回たまたま SL がね点検入ってるから機関車ってなってるだけだからね。まあ点検って言ってもう1年ぐらい入ってるけど。列車で発車時間になりましたが一向に発車する気配はありません。一体何があったんでしょうかね。安全確認のため津川駅で停車しております。安全の確認が取れ次第運転再開いたします。新しい情報が入り次第放送でお伝えいたします。恐れ入りますが発車までお待ちください。列車が遅れまして誠に申し訳ございません。失礼いたします。ご乗車の列車は喜多方しだれ桜満喫号新津駅です。ただいま津川駅で車両の点検を行っているため発車が遅れております。ただいま津川駅で車両の点検を行っておりますため
発車が遅れております。車両の点検が終了次第運転再開する予定です。新しい情報が入り次第放送でお伝えいたします。津川駅から発車できない状態でかれこれ30分止まっています。発車時間の時、動く時の汽笛は聞こえたんですけど、そこから先全く動きません。機関車か客車かどっちか分かりませんが、問題があって動けないみたいです。これちょっとね、身に覚えがあって、去年の只見線の復旧1番列車に乗った時も突然動けなくなるってのが起こったんですよ。その時はブレーキが緩解できなくなって止まったんですよね。この列車もしかすると同じことが起こっているのかもしれません。もしくは機関車が壊れたとかですよね。機関車と客車も国鉄製の古い車両なので壊れてしまっても不思議ではありません。完了し、運転の打ち合わせも完了いたしましたので、まもなく運転再開いたします。まもなく列車が動きますので、お立ちのお客様は気をつけてください。よかったよかった、ようやく動き出しましたよ。これでようやく新津まで向かうことができます。いやーよかったね、ほんとと思ったんですけど、津川駅を出てすぐに止まってしまいました。10秒くらいしか経っておりません。やっぱり直ってなかったんですね。またもや車両点検です。本当心にですね、国鉄車両もう限界です。もうね、全然運転再開しなくて暇なんで、7号車についているキッズスペースおこじょルームってところに来てくつろいでます。ちびっ子誰もいないので、大きいお兄さんがくつろいでも文句は言われません。ここで靴脱げるんで快適ですわ。一番ね、後ろに来たんですけど、たった100メートル動いたか動いてないかくらいで止まっちゃったんですよね。もう全然動いてないじゃん、どうしちゃったの。津川駅にね、止まりだしてだいたい1時間ぐらい経ったんですけども、未だ動く様子はありません。で、車掌さんにですね、これもし動かなくなったらどうなるのって聞いたら、後続の列車による救済、またはなんかバスでの代行輸送を行うらしいです。果たして動くのでしょうか、それとも動かないのでしょうか。全然動く気配はありません。外はねもう真っ暗、現在時刻はね午後7時を回ったところです。もうこの駅にだいたい1時間半ぐらい止まってるんで、もうすぐ2時間か、うん、全然動きませんね。この車両ね、売店があるんだけどさ、営業してんの晩月物語号だけで、この列車では営業してないっていうことで、ご飯は食べられません。普通にお腹空いてやばい。そろそろね、泊まりだして2時間経つんですけど、なんとですね、警察が来ました。これはもしかすると本当にこの列車動かないかもね。で、先ほど放送がかかりまして、バス代行を手配中だそうです。これはバスに乗ることになりそうですね。この列車は北方しだれ桜満喫号に追記です。現在列車の点検のため停車をしております。お客様にはご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。現在並行してバスの手配等を行っております。大変恐れ入りますが、発車までしばらくお待ちください。今後の運転状況ですが、この列車は津川駅の元の停止位置まで戻る予定でございます。元の停止位置に戻った後、下り列車の新津行きにお乗り換えをする予定でございます。なお、合わせましてバス等による別の交通手段も行っておりますが、道路状況等が悪く時間がかなりかかっております。ご利用のお客様にはご不便をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。これからね、もう少ししたら後ろに進むみたいですので、一番後ろにやってきました。ここからね、高々100メートルほどではありますが、逆走する様子を見たいと思います。まさか最初に乗った時こんなことになるとは思いませんでした。現在発車時間よりも約2時間遅れています。放送がかかり、いよいよ動き出すみたいです。前にはね動けないけど、後ろにはどうやら動けるみたいですね。こっから津川駅の元の停車位置へと戻っていきます。津川駅1番線へ逆入線の映像です。普段は見られない光景、しかも展望車からの景色ですからね、迫力満点です。一応こっち側に運転席はないため、車掌さんが安全確認のために列車の行く末を監視していました。ゆっくりゆっくり戻っていきます。時速10キロあるかないかくらいです。元の停止位置に戻った後に、車掌さんが今後どうするか話し合った後、自分たちがバスに乗るか後続の新津行きに乗るかの2択になります。どちらにせよ、この津川駅で運転は打ち切り、
今回この列車に530円の指定席の切符を買って乗りましたが、運転打ち切りなのでその切符は無手数料で払い戻し530円返ってきます。最初止まった時怪しいなと思いましたが、まさかこんなことになってしまうとは思いませんでしたよ。列車は少しずつ元の停止位置へと進んでいきます。逆入線なんてめちゃくちゃ珍しいですからね。この状況を喜んでいる自分がいますが、普通の人からしてみれば本当に迷惑でしかないですよね。津川駅の2番線に到着をいたします。普通列車新津行きにお客様をご乗車いただきまして新津方面に向かいます。この後津川駅2番線に到着をいたします。普通列車の新津行きにご乗車いただきまして新津方面に向かいます。ただいま運転の打ち合わせを行っております。まだ列車のドアは開きませんのでお気をつけください。ただいま運転の打ち合わせを行っております。まだ列車のドアは開きませんのでお気をつけください。大変お待たせいたしました。ただいま津川駅2番線津川駅2番線に普通列車の新津行きが到着いたしました。これよりこの列車のドアが開きます。これよりこの列車のドアが開きます。ご乗車のお客様におかれましては、扉が開きたくさん人が降りていくんですが、その降りた人が後続の普通列車の椅子に座ろうと必死に急いで走っています。大垣ダッシュ張りに走っていますね。果たして座ることはできるんでしょうか。津川から新津はそこそこ距離があるので座れないとさすがにきついです。絶対座れないでしょうね。列車は止まっていますね。木が100頭の2両編成です。2番線に新津行きが入っているのってすごい珍しいんですけど、そんな光景よりも急いで座ることが重要です。1時間満員列車で立つより座ることが最優先です。車内はかなり混んでいますね。なかなか空席が見つかりません。これはもうダメかなと思っていましたが、なんとか空席にありつくことができました。さすがに疲れてました。早く新潟に行きたいです。お腹も空いてペコペコ、しかも眠いからね。いやーきついね、しんどい。車内はねどんどん混んできましたけど、思っていたよりは空いていましたね。積み残しとか出るかなと思ったんですけども、そこまでひどくはありませんでした。全然立っていてもね、人権があるレベルですね。20分ほど停車した後、津川駅を出発。約3時間津川駅にいました。まさかこんな長い時間ね、津川駅にいるとは思いませんでした。奥に泊まる晩月物語号の編成を横目に見ながら、キア100頭の普通列車に続きは出ていきます。警笛めっちゃ鳴らしますね。逆方向のホームに入っているからでしょうか。 JR の職員さんたちがこの列車に頭を下げていました。自分は特に気にしないですけど、気にする人はすごい気にしますからね。奥の12系に残っている人がちらほらいました。残ってよかったんですかね。残れるなら残った方がよかったかな。そして問題の機関車は D 点ですね。これが今回の元凶ですよ。 D 点あと1年で引退ですからね。もう非常にボロいです。これが壊れなければ今頃新潟のホテルでおねんねしていました。大量のお客さんを運び、漆黒の中、磐越西線の闇の中を走っていきます。さっき乗った列車は快速なので駅を通過しますが、この新津駅はただの普通列車ですので各駅に止まっていきます。列車は幻駅に到着です。この駅では普通列車会津若松駅と列車交換です。今乗っているこの列車が一番人に乗っている列車のため、この列車が最優先で新津まで運転されます。しかし交換相手の会津若松駅は優先されない列車ですので、行き違い列車であるこの列車をずっと待っていました。大体3時間半ぐらいこの駅で止まったんじゃないですかね。この列車に乗ってる人たち本当かわいそう。3時間半は長いよ。この列車は新津駅到着後、新津駅から普通列車の新潟駅にお乗り換えいただきます。新津駅からは普通列車新潟駅にお乗り換えいただきます。なお新潟駅からは時355、時355にお乗り換えがお乗り換えいただきます。東新津に到着です。もうここまで来ますと新津の街中、次が終点の新津です。長かったよ。新津からはね、新越本線に乗り換えて新潟へ向かっていきます。それにしても新幹線に接続するみたいで良かったですよね。しなかったら東京方面に今日中に帰れなくなってしまいます。21時19分、終点の新津駅に着きました。約2時間と45分遅れでの到着です。北方からね、新津って2時間半あれば着くんですけど、5時間半もかかってます。いやー、それにしてもまさかね、ここまでこんなことになってかかるとはね、思いませんでしたよ。無事ですね、終点の新津に着きました。長かったね。いやー、まさかね、津川の駅で機関車ぶっ壊れるとは思わんかったわ。本来だったらもう新潟余裕で着いてるからね。ということでね、この動画はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。僕はね、これからね、
今日新潟止まりますので、こちらの新潟駅の普通列車に乗車して新潟まで向かっていきます。新越線普通列車ね。